かまたま。今回は元かまたまアレサ抜き伝説のフォワード木島亮介さんからの緊急告知をお送りします。皆さんお待ちのときだマジか重大発表があります。重大発表、あ、これはちょっとこれはちょっと聞けないですね。ありがとうございます。何結婚とか、それ恥ずかしい。違う、それは違う。じゃあ何、来年、来年もうやめてだいぶ経ちますが、やっと引退試合をしてくれることになりました。おー、ちょっと時間かかりすぎかな。コロナに来てくれて、コロナのせいなのね。そうでしょ。そうかそうか。え、来年、来年のいつというのは J リーグの日程と、あ、こっちさよ、あ、こっちさよ、まだ決まってないので、うん、まだ何も言えないんですけど、あ、そうなの。まあでも引退試合をするっていうのはみんな知ってたよ。それがいつなのっていうのが問題なのよねえ、そうじゃない、それはねだよね。え、いつっていうのはまだまだまだ、はい、いつわかるの。え、 J リーグの日程が発表される。それでいつ頃なの？年明け？私詰めすぎ？詰めすぎ。困ります。いやでも、あの、絶対に絶対に絶対に来年にやるのね。はい。ここで。はい。あ、だってみんなの指切りね。よろしくお願いします。約束ね。で、わざわざここに来て発表してくれたということは、みんな来てねっていうことよね。はい、そうです。よろしくお願いします。だと思うんです。まあまあ10代だとね。いや、10代と取ってくれるのはありがたいですね。東大さんの10代ですよということですので、あの、遠慮はるばるこの数分の10代発表ための10代発表のために来ていただきました、はい、木島亮介さん、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。みんな来てね。で、決まったら早く来てね。はい、SNS 見てね。頑張って応援しましょう。お願いします。